自分がやると決めたその使命を果たすために残りの時間をちゃんと計算してさ大事に使っていくじゃんね、うんうんうん、であれを僕は理想としたい、ね、うん、応援してもらってる感じですもんね。そうで、あの人を応援するじゃん、神様の立場だったらさ。そう小林あるです。えよいです。いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、なんとなく2本目、あ、ヨガのね、その哲学的に言うと、うん、この世界は幻というか幻想だっていうのをなんか本で読んだことあるんですけど、うん、その小林春さん的にはさ、この世界はどうなってんのかなと思って。どうなってんのって、ご機嫌だよそれはわかるけどご機嫌、とってもご機嫌、もう最高だな、この幻想はと思うね、うん、あ、うん、まあ、幻想って思うの。じゃあ幻想っていうふうには思っていない、うんうん、ただ幻想であるというふうに言うんだったら、まあ、しゃあないわね、うん、しゃあないの、うん、だってリアルなんだから。ただこのリアルな触り心地のある、ね、匂いがある、ね、味があるっていう、うん、こういう幻想なんでしょ、うん、事実、あ、まあ、バシャルも言うんだけどさ、この世界全部幻想だよって言うんだけど、うん、でもその幻想というこの世界、このイメージをね、うん、この映像を作ってるのは自分の魂だから、うん、過去の自分が今を想像してるわけじゃんか、うんうん、まあ、それはまあしゃあないよね、うん、だから仕方なく、まあ、この幻想生きてるんだけど。じゃあもう幻想っていう感じで生きてるわけね、一応。いや、幻想っていう感じで生きてるっていうよりかは、うん、まあ幻想なんだよなっていう、うん、立ち位置をたまには思い出そうというぐらい、うん、うん、抗ったところでこれはもう幻想なんだというぐらいの気持ち、うんうん、で事実さ、うん、これ昨日もね、僕はまあ、どっかで生活してるわけじゃんか、うん、その時リアルなものを体験してるけど、うん、その時のものはもうないじゃん。ない、今体験できないでしょ、ね、もう1秒前のものは体験できない、そう5秒前の僕と握手ができないでしょ、うん、この移りゆくさ、うん、この生まれてはこう消えていくっていうさ、うん、この映像、うんうん、映し出されてはそれが消えていくわけじゃんか、うんうんうん、だから今この瞬間に見えてる世界とかさ、この感じてるものだけが真実だなっていうのは、うん、まあ、こういう連続なんだろうなっていうのは確かに思う、うんうん、ただまあ過去があって今があるよなっていうふうな時系列やものを捉えやすいからさ、うんうんうん、過去の経験と今に生かしてるっていうふうな、ん、場になりやすいとは思うんだけど、はい、うん、ただそれもさ、要はこの世界でね、僕たちが体験してるのはさ、うん、自分への信頼の欠如から学ぶこの魂の成長っていうカリキュラムなわけじゃない。そうなんですね、うん、っていうことで言うと、やっぱりこう幻想なんだよなっていうことがなかなかこう、うん、100% を信じるのが難しい次元にいるからね。そうですね、うん、リアルだからさ、こんな、ね、触って ね、うん、だからまあそれを、うまく生かしながら、うん、根性、このリアリティのあるこの世界をさ、うん、生き生きと自分の好きなように生きていけたらいいよね、うん、バシャールも言ってるんですね。言ってる言ってる、幻想では全部幻想だと。うん、ありとあらゆる世界があるから、うん、今こうやってね、今日一緒にお会いして、うん、でビデオ撮ってるけど、はい、今日こうやって会っていないバージョンの世界もあるよっていうのがパラレルワールドじゃない、ね、うんうん、それはありだなと思う、そういう考え方はね、うんうんうん、考え方というより、まあ、ありとあらゆるものが用意をされている中で今自分の状態が選び出している世界、うん、今日選んだ世界これみたいなさ、今ね、うん、でかといって今この瞬間にいきなりね、違うバージョンの世界にボンと移行できるかと、うん、それほど僕たちはさ、うん、その目に見えている世界をズバッとこう 100% 信じて、うん、その信じ直して、ね、ズバッと違う世界に行くっていうほど、うんうんうん、奇抜なことはなかなかできないではいるけど、うんうん、でも連続してるわけじゃない、この世界がさ、はい、この世界をまたね選び直すこともできるだろうしさ、うん、違う世界もまだあるんだろうなっていう前提でいる方が、うん、この世界というものにあんまり縛られずに済むなと思うね。この世界がさ、目の前にあるものがちょっとしんどいなというふうに思い出すとやっぱり辛いじゃん、うん、ね、でも違うバージョンも選ぶことができるし、また選び直すことができるんだっていうゆとりを持たせておきたいなと思うから、はい、だから今この状況ね、この目の前にあるものは幻想で、ちょっと前の自分、この魂が作り出した世界なんだと、うん、魂のありようとかね、自分が変わればまた違うものが今この瞬間からでも映し直されるというふうな前提ではいたいなと思う、うん、コバシャールさんが考えているスピリチュアルカブレっていうその人たちのように、その比重が傾いてしまうとやっぱりバランスが良くなくなるので、
その精神性はすごく大事にしつつ実際行動に移す。僕はねそのスピリチュアルかぶれっていうふうに言うのは、うん、どういうことかというと、はい、みんなさその神聖な存在になりたいじゃない、うん、ね、特別な力を得たいとかさ、うん、私もアブダクションされたいとかいろんな人がいるんだけど、うんうん、でもそれにばかり偏りすぎてて実際地に足をつけて何か実際ねその仕事をするとか事業を起こすとかっていうことが全くおざなりになっている人が多いから、うん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 、そういう人に対してね偏りすぎじゃないかと、ねうん、こっちにかぶれてんじゃなくてそれを生かさないとというふうには思うの。だからそのスピーチュアルのやってる分野がいけないわけじゃないの。例えば神社巡りでも何でもいいんだよ、うんうん、神事でも何でもいいんだけどただそればかりやっていても人生あんまり前に進んでないよねっていうのは思う、うんうん、であれば森田先生なんかそうじゃんか。ヘナのさ、うん、もうほんとめっちゃスピーチュアルな人じゃんか。そうね。だってうちに来るたびにもう必ず華厳寺連れてかされるんだよ。そう ね, ね今回なんか2回行ってるよ1日でさ朝と。そうなの。あそっか朝と終わってから ね, ね、うん、でちゃんとそこでね観音様に、お参りしてさ、そこからね彼はメッセージを受け取って、ね、多分仕事もするんだろうけども、うんうん、でそういうその神事っていうのはさ実際彼が自分で決めたその使命を果たすためにそれを生かすじゃんか、うんうんうん、そうね。でそういう生き方っていうのを僕は推奨したい。それをスピチュアルかぶれとは呼ばないじゃん。明らかにさ、神様を大事にしてそのね、それこそ神様と対話しながらやってる感じやんかあの人は、うんうんうん、ね自分がやるべきこと、自分がやると決めたその使命を果たすために残りの時間をちゃんと計算してさそして、一日一日を大事に使っていくじゃんね、うんうん、であれを僕は理想としたい、ねうん、応援してもらってる感じですもんね。そうであの人を応援するじゃん神様の立場だったらさ それは僕だってその立場だったらあの人を好きだよ。そうよ ねでもそればっかりやってる人に対していやいい加減さそんなことやってないでゴミの一つでも拾いに行ったらっていうふうに言いたくなるもん神様の立場だったらね。そればっかりじゃなくてさ、うん、じゃなくてそれやるんだったらそれで、日頃のね例えば家でもちゃんと、家事をやる、ねうん、旦那さん大事にするとかさ、うん、奥さん大事にするとかさ、うん、いろんなことがバランスが取れてて、うん、それはようやく、美しいものだけど、うん、それにばかり偏っているっていう人は、うん、ちょっとねその分野に関わらずね、うんうんまあ微妙だなと思うね確かにさ、うんうんうん、そういう意味合いでね。なんかいろんな人がいて本当に修行してる方たちとかいらっしゃるじゃないですか、うんうん、あんまり表に出ないような方たち、うん、ああいう方たちはまたちょっと違いますよね。もうあれも完全だってそれで生きれるって分かってるからね、うん、確信のもといるじゃん、うん、あの人たちは確信がないからいろんなとこ行くわけじゃんか、うんうんうん、ひたすら神社仏閣巡りね、それはいいけど、うん、ね、それは確信を持っていたらある意味行かなくても済むことでしょ、うんはいうん、どこどこに行けばそれで済むっていうふうな人がいるわけじゃん、うんはい、森田先生だったらあ今ここに行こうということが分かってあの人行くじゃんか、うん、で行った通りで自分が感じた通りのことがそこで起きて、うん、っていうふうな生き方でしょ、うん、だから自分のことを信頼してるっていうことがまず大前提かなと思うね、うん、だからそれ信頼っていうのは、自分で決めた通りこの世界は生きていけるんだというさ、うん、自己信頼その、はい、決断力とかさ、うんそういう潔さみたいなもの、うんうん、覚悟が決まった状態でね覚悟と書いて冷める冷めるだから、ね、冷める悟るだからさ、うんうん、いうふうな、腹が決まってるって状態が、スピリチュアルというのは、生かされるんだなと。そのバランスが崩れててなんか偏っている人は、うん僕からするとあちょっとかぶれてるのかなっていう気がするね、うんうんうん、どうせならそれをさせっかくさその精神的なものを大事にさ、バランスを取るということを大事だってことをもう気づいてるわけじゃんか、はいね、それは、スピーチャーにかぶれてない人全くその興味がなくて、うん神様信じない人よりもよっぽど僕は波動が高いと思うから、うん、ただ波動が高いとかさその精神を大事にするっていうことだけにとどまらずそれを生かしてさ、うん、身近な人を癒すとかね、うんうん自分がやるべきことやりたいことを形にするために行動を起こすとかっていうことをやっていってほしいなと思うね、うんうん、いよいよねそのバーチャルが言うけどさいよいよとか前から言ってんだけど、うん、ここは行動の星だと、はいね、だから皆さん行動に移してくださいと、うんね、いつまでもその一ところにとどまっているんじゃなくて、うんねここは変化を伴わないと、安定しないと、うんね、エネルギーを安定させるには、とにかく変化を恐れずにどんどん、ね、前に進んでいくと、うんその方がエネルギー的にも安定しますからということを言うんだね。僕はとてもそれが、ね、納得できる、うん、同じことずっとやっててもねやっぱ飽きるもんね訴えしてくるの。でもその中で、違うことを始めるとかさ、うん、違う形にしていくとか違う人と関わるとか、うんうんいうふうなことをね、変化を恐れずに前に進んでいくと取り入れてるスピーチャーな概念とかっていうのはすごく生きてくると思うね、はい、うん
うん、そのための、この人生というのはね本当楽しいなと思うね。でもそんな感じしない。バランスだよね。バランスは大事ですよね、うん、その精神性をやっぱり高めていかないと行動もね、まあ一緒ですよね、うん、自分で何か実際にこうやって始めてさ、うんうん、でその自分と対話していくということをそのカリキュラムを追加しちゃうが面白いじゃん。確かに、うん、行動すると自分を見ざるを得ない、うん、どこでひるむかとかねだんだんパターンが見えてくるからね。パターンが見えてきますからね、うん、行動してない時はしてない時で楽しかったですよね人生、うん、でも充実感がなかったんですよね。なんか満たされるものがなかあんまり、子供もいるのにね、うん、満たされてなかったんですね自分自身が。今の方が充実してますね心が、うん、浮き沈みはもちろんありますけれども心の充実度満たされ度は全然違いますね、うんうん、充実感とかさ、うん、魂が喜んだりとか ねいうふうなことがやっぱり、たくさん欲しいかな、はい、この人生ね、うん、失敗することも面白いですね。後になって思えば良い経験だったってなるしね、うん、まあその時はそう思えないけどね、その時は、ね、それが人間だけどね、うん、スピリチュアルな言葉っていうのは僕はすごく尊いなと思うね。そりゃ尊いですよ、めちゃくちゃです、ね、だからさその行動が伴っている以内にかかわらずやっぱり自分を整える先に、うん、この世界は変わっていくんじゃないかっていうことをさ先に考えてるわけだからさ、うん、やっぱりその人たちがねもっと行動しやすいようなフィールドに、うんうん、まあ、早く出てほしいなと思うね。またそういうことのための塾をやっていきたいなと思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。何だかまとめたんだこんな感じです、はい、よかったらですね、ちょっと面白かったよとか何でもいいので、コメント欄にコメントお願いします。お願いします、はい、いいねもしてください。お願いします。悪いにつけたら嫌だはい、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。